おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね多数決デスゲーム、最終章前編 A パート、そうくん、アリスさん生存ルート、やっていきたいと思います。はい、じゃあ、ダミーズたちと出会って、ここから人殺しゲームスタートだよーって言われて、みんなから情報を聞き出すところですね。サクッと聞いていきましょう。お前が地動員さらね。何かおかしいですか、車田さん。そりゃな。だって高校生じゃん、ただの。よく生き残ってると思うぜ。純粋にすげえよ。ギリギリです。仲間のおかげです。多くの犠牲があった。ギリギリです。常にギリギリです。運が良かっただけ。強え奴ってのは、運に恵まれてんだよ。俺は運がなかったからな。徹底的に勝ちにこだわりゃ、案外すぐ終わんじゃねえの、お前さ。勝ちって。おっと、それより教えてやるよ。このフロア、怪物が潜んでるらしいぜ。怪物、ですか？正体は人形かなんかだろうけど、武器がねえと悲惨だぜ。お前喧嘩したことあんのか？さすがに暴力を振るうような喧嘩はないです。じゃあ、ペアの白モサ野郎に頑張ってもらえよ。キスでもしてやれば死ぬ気で働くんじゃね？いえ、誰かが死ぬ気で戦うなら、私も死ぬ気で戦います。なるほどね。面白いわ、お前。はぁ、あ、面白い女。なんか前にも同じようなこと言ったような気がするわ。やぁ、サラちゃん！一緒にお話ししてくれるの？お話というか、情報を。スリーサイズ？うん、聞きたい。いえ、デスゲームに関することを。サラちゃんの好きなタイプを教えてくれたら、教えてあげるね。強い人、優しい人、考えつかない。強い人かな？強い人とか。そうなんだ。支えになってくれる人っていいよね。そうですね。でも、このデスゲームで一番強いのは、サラちゃんなんでしょ？この人、勝率表のことを知ってるのか？気を悪くさせたらごめんね。情報が聞きたかったんだよね。私たちに関することなんだけど、本物は、最初の試練で死んじゃったの。死の瞬間を撮った犠牲者のビデオってやつを私たちは見せられたんだ。正直ね、許せないんだ。こんなことさせられて。だからね、私も頑張るから、サラちゃんにも力を貸してほしいの。お願い。はい。ありがとう、サラちゃん。ペアじゃないけど、頑張ろうね。この頃は本当にキャーキャー言ってたんですな。なんか喉疲れるわ。サラって呼んでいいよな。それは、もちろんだ。指導員さんと呼んでほしい。サラ様と呼んでほしい。前回、サラ様と呼んでほしいって言ったんだっけ？指導員さんと呼んでほしい。どうしようかな。指導員さんと呼んでほしい。初対面だし、指導員さんと呼んでくれ、ランマル。いや、なんでお前は呼び捨てなんだよ、おかしいだろ。ランマルとしか聞いてなかったから。まあ、そうか。いや、じゃあもうお互い呼び捨てでいいだろう、めんどい。それよりも、何か情報はないのか？ある。俺たちが繋がってる、首輪の赤い糸だけど。ペアのやつとある程度離れると、首輪が起動して首が飛ぶぜ。なんだって？まあ、それはサポート側だけだ。サラの首輪が起動することはねえよ。ランマルの首輪だけか。だから、あんま離れないでくれよ。好き嫌いは抜きにしてさ。わかった。いやもう私、ランマル君とは絶対離れないよ。大丈夫。安心して。好き嫌いとか関係ある。好きだから離れない。いやあ、サバさん。早坂さん、私のことをご存知ですか？何か知ってますね？やべ、全然覚えてないんだけど、多分前回の私は、なんか何か知ってますねって釜をかけたような気がするんだけど。どうだったかな？まあ、私のことをご存知ですかでいいかな。私のこと、ご存知ですよね。何のことだか。このデスゲームについて、何か知ってるのでは？
君は、僕の犠牲者のビデオを見たね。考えてごらんよ。私は本物の早坂じゃない。そっくりに作られた人形だ。組織に不都合な記憶が残ってるわけないだろう。そうですか。分かってくれて嬉しいよ。じゃあ私はこれで。完全に怪しいな。早坂さん、なんか、同じような会話したような気がするわ。あなたがサラね。仲良くしようよ。同い年くらいでしょ？さてはこの服装で判断してるでしょ。変なやつだって。それは、そんなことを思ってない。確かに変な服だ。フードに見覚えがある。確かに変な服だって言ったんだけどな。フードに見覚えがあるって言ってみようか。そのフードに、これ言った気がする。なんか変なやつにぶんどられてたって聞いた、みたいな。違ったっけ？そのフードに見覚えがある。整えるとかいう人形のやつでしょ？多分これ同じこと聞いてるわ。ひどいよね、あいつ。私の服ひっぺがして着てたんだよ。説明難しいんだけど、私ね、学校外でピエロみたいなことをやってて、なんかこの辺の話さ、全然詳しく聞けてないけどさ、ミニエピソードみたいなやつでアンズちゃんとかの話聞けたりすんのかな？てか、どうなんだろう。それぞれのキャラクターのミニエピソードが搭載されているんだろうか。ほら、こういうのしてイベント出てるんだ。怖い仮面だな。なんかこれ、この仮面、なんか関係するとかあるのかな？どうなんだろう。だから引かないでね、本当に。それより何か情報はある？もちろん。他の人に聞いてもらえる？忘れてしまったのか？そういえばさ、自分だけの情報だっていうのがそれぞれあったはずだよね。で、蘭丸くんはアスナロの人間が紛れてるよーっていう話でしょ？で、車田さんはドッペルゲンガーに会うと死ぬんだぜって話でしょ？他の人たちってなんかあったっけ？早坂さんからなんか聞いたことあったっけかな？なんか、自分の会社のうんぬんかんぬんがあったっていうのは覚えてるけど。アンズちゃんだけが知ってる情報みたいなのは確かになんか聞き覚えがないんだよな。どうも、サラ先輩。よ、人間のひな子。先輩？そういうの嫌。私から見れば高校生は大人だからね。好きに呼んでくれればいいさ、ひな子。よろしくね、サラ先輩。話が通じそうな人で嬉しいわ。そうだ、一つ情報を伝えるね。私たちがサポート役に選ばれた条件は一つ。あなたたち生存者に一度も接してない死亡者。最初の試練で死んだのは8人って聞いたから、二人は生存者とすでに面識があったってことね。カンナの姉と笹原めぐみか。もう一つ大きな情報があるけど、まだ言えない。え？全部手の内をさらけ出すと手駒にされちゃうでしょ。利用されるのって嫌いなんだよね。利用って、そんなことしない。仲良くなりたい。バレたか。仲良くなりたいでちゅ。私は仲良くなりたいんだ、ひな子。いいわね。デートでも行く？からかわないでくれ。仲良くするならもうちょっと時間が必要かな。私人見知りだから。なんか全部私同じような選択肢選んでる気がしてきた。私だからさ、やっぱり過去の私も今の私も私だから、無意識に同じ選択肢選んでそう、普通に。せっかくね、他の選択肢見れるチャンスなのにね。で、ここで確か初めての妨害者が来るんだったよね。何の音だ。ったく、早速来ちまったみてえだな。ん？怪物が襲いに来たってことだよ。さあ、ここからが問題です。私は前回、アンズちゃんも、早坂さんも死亡しているルートで進もうとしたんだけど、セーブデータがぶっ飛んでしまったことにより、アンズちゃんも、早坂さんも生きてる状態で、カンナちゃん、レコちゃん生存ルートをクリアしてしまったので、申し訳ないんだけど、アンズちゃん、くしゃくしゃになってもらうよ。えばいいの。話し合えば弱点が見つかるかもしれないぜよ。わかりました。あ、すごい。
っと何か撃退する方法があるはずだ。なんかあれだ、ソウ君がさここにいるのとアリスさんがここにいるのめちゃくちゃ珍しくない？なんか大体さ、あのソウ君ってここにいたりアリスさんってここにいたりしたじゃない？ね、だからなんか上の段に二人がいる、しかも場所が全然違うところにいるっていうのがなんかすごい珍しいわ。怪物はこちらをただ眺めている。じゃあまあ武器になりそうなものがないか探してもらう。早坂さん、運がいい、暗闇に長いシャベルが落ちてたよ。つうかあいつがわざと用意しておいたっぽいよな。なんか尺だけど使わせてもらえばいいさ、罠でもなさそうだしね。なんで武器ターゲット絞っているのか。なんで周りに何かないか嗅ぎ回ってもらう。くんくん、火のついた棒がかけてある。かがり火。武器にするには心もとないけど、近づいて隙をつけばあいつを燃やせるんじゃない？なんか暴力的だわ。あー、怪物は早坂の方へ振り向いた。見つけた、見つけた。なんだか嫌な予感が毎回めちゃめちゃ狙われる早坂さん。滝すごい、こいつの鎧拳でぶん殴ったくらいじゃ壊せねえぞ。ちょっと無茶なんじゃない？痛めるよ手首。おいおい、マジで言ってんのか？こっちは機械の体なんだぜ。怪物はアンズに襲いかかった。いやー、でちょっと誰か助けてよ、手を貸して。体を掴んでぶん投げてやるぜよ。選ぼうか。ほい、でよし、銅を守る鎧を破壊してやったぜよ。やるじゃねえか、プロレスラーのおっさん。野球選手のお兄さんぜよ。いいから次の作を考えるべや。でビリビリが消えると。あ、体の色が変わった。チャンスかもね。でいろいろ出てきた。おお、いろいろ出てきた。怪物はアンズと取っ組み合いになっている。やめて、やめてよ。で、よし、俺も暗闇に紛れてあいつの足を引っ掛けてやるよ。いい案だろ。で、キュー太郎さん頼もしいので、もう一度頑張ってもらうのはどうかな。隙さえあればかがり火を使って燃やしちゃうとかどうかな。やばい、待って、このソウ君かっこよすぎないか。燃やしのくせにかっこいいじゃん。あー、アリスさんもかっこいいね。俺に任せろ。シャベルを使って弱点に狙いを定め叩き込む。じゃああれだ、失敗してほしいから、失敗してほしいけどモーションが見たいから、アリスさんのやつ意見採用してみよう。あ、いいねいいね、かっこいい。でまあ今無理だと思う。何よこの化け物、綺麗に頭に当てたじゃない。痛覚はないのか。一体こいつの弱点はどこなんだ。アリスさん、ちょっとぐちゃぐちゃの声した方がいいかもしれないな。お姉から切り替えむずいわ、アリスさんの声。怪物はアンズを持ち上げ棺桶に閉じ込めた。ちょっと出してよ。アンズちゃんごめん。じゃあかがり火のモーション、はい。おお、怪物は火に警戒している。隙がないね。危険は犯すとしても賞賛がないと踏み込めないかな。突撃しちまえばいいじゃないか、軟弱だなお前。君と言い合うつもりはないわ。怪物は棺に向かって両手を上げた。ちょっと待って、何を。これに関してはちょっともうゲームだからっていうさ、あー心が痛い。あずちゃんごめんな。ちょっと出してよ。何、閉じ込めてどうする気なの。やめて、壊れちゃうよ棺が。すまん、開かない。いや、潰れちゃう。顔ごと行くのかこれ、最悪だ。
棺が恐ろしい怪力で、ぐちゃぐちゃに壊されている。くそ！おい、アンズ！マジかよ！まずいぞ！今度は我々の方に！怪物は立ち上がり、暗闇の向こうへと歩き始めた。な、もう、嘘ってこないわ。緑が向かった方向へ消えていった。一人壊したら満足って言ってた。え、そうなの？あの子はどうなったんだ？次を見りゃわかんだろ。スクラップだ。死んだ。あ、アンズちゃん！彼女はあんなに苦しそうに。あの怪物は一体何なんだ？妨害者。私たちの目標を邪魔する人形だよ。今みたいに命を狙ってくる、らしい。冗談じゃねえぜよ！ここに来て突然暴力に対抗しろっちゃか！ああ、この私たちの目標を妨げるっていうところがな。私たちっていうのはダミーズってことなんだもんね。うん。だから協力するんだろ。俺たちが有利なのは人数だけだ。全員が知恵を出して、時には誰かが体を張る。これしかないんだ。やれやれ。手を組もうぜ、サラ。本当に、信用していいんだな。俺たちだって死にたくねえんだよ。目の前でアンズがこんなことになって、正直まだ混乱してる。死の恐怖は、誰よりも分かってるつもりだ。信じてやってもいいんじゃないか？え？人工知能の精巧さは、偽物のレコの時によく分かった。いやー、アリスさん結局こんな感じでいいかな？もうアリスさんの声だけいつまで経っても安定しないんだよね。申し訳ない、アリスさん好きな人。こいつらも生きてるんだ。ただの人形じゃない。いやー、レコさんのことがあったからだよね、アリスさんはね。それが、いいことかは別としてな。ま、いいんじゃないかな。人数が倍なら、戦力も倍さ。そういうことだ。物事はシンプルに考えようぜ。今は疑っても仕方ない、か。つうことで、よろしくな、サラ。ああ、よろしく。よし、とにかくまずは、緑を追ってみようか。まあこうなったわけですな。もうちょっとできそうだね。ちょっと待ってね、セーブしまーす。よし、じゃあ奥行ってみよう。石碑の後ろに道が続いている。進む。で、まあここがね、宴やるための入り口なんですけど。なんだ、門のようなものが見えてきた。室内なのか外なのか、わからなくなってくるね。死者が揃えば宴は始まる。ね。宴の展開とかがね、どうなるのか全然わかんないんだよね。で、ここに地図があると。これはフロアマップ。気前がいいね。これまでそんなものもらったことないけど。よっぽど殺されない自信があるんだろ。そうじゃない。楽しみたいんだよ。緑は。ちなみに、今おまわりさんたちがいる場所は？まあここですね。マップを見る限りだと、私たちは今この場所にいるようですね。なんか今日すごいさ、なんか言葉が抜けるわ。ちょっと気になる、自分で。それにしても、やばそうな部屋ばっかぜよ。怖がってもしょうがないよ。この情報、有意義に使おう。フロアマップを手に入れた。あ、なんか、共通の敵である緑が現れたことで、ちょっとだけなんか、そうくん協力的になった感じがするね。私たちのことめちゃめちゃ恨んでるかもしれないけどさ。ここは、どうかした？俺が昔いたジムに似てる。偶然かにゃ。さあな。けど、また怪物と戦わせるつもりなら受けてやるぜ。ここでなら怠慢でも負けるしね。やれやれ。ボクサーは血の気が多いな。俺は破壊のオープンカーと癒されてたからな。
異名たさ。あー、そっか、アンズちゃんここでいないから、ランマルくんが反応するんだね。なんかそれいいのか悪いのかわかんない異名だね、みたいなこと言ってた気がするもん、アンズちゃんが。リング立てよ、ランマル。探索しようぜ。で、多分ここでね、いろいろ事件が起こるはずなんだが。ここのさ、ゲームオーバーシーンってさ、動画で使ってないよね、多分ね。私、裏でちょっと進めてる時に、確か、あれなんだよな、ゲームオーバー見たんだけど、ちょっと忘れちゃったわ。あ、まず先こっち見ようか。なんだろうね、ここ。トイレじゃねえの？なんか怪しいな。入るの嫌だわ。我慢は体に毒だよ。はっ、でも私たちはもう行かなくていいから楽だね。反応しづらいこと言うなぜよ。気まずいがや。みんなどうやってトイレ行ってたんだろうね。だし、ひなこちゃんはどうやってバレないようにトイレに行ってたんだろうね。おむつでもしてたのかな。失礼しました。ドアは固く閉ざされている。そんな噛み方ある？ドアは固く閉ざされている。開かないぜよ。開かない？どうするぜよ。それはそれで困らねえか。というか、怪しいね、この部屋。そうくんもしかしたら気づくかもね。ただ車田坊やとお手手つなぐってことをしたくないだろうな、お互い。で、じゃあ、このリングのゲームオーバー画面見て、今回終わろうかなと思いますので、見ましょう。はい。進んでみまーす。はい、閉まりました。通路が。おい、入り口も消えちまったぜよ。閉じ込められたってこと？何かが始まる。みんな気をつけて。いいぜ。ぶっ飛ばしてやる。もう、電気が。壁の方から。何か聞こえる。みんな、一度台の上に乗るんだ。マグマだと思わせてるやつね。なあ、なんなのよこれ。窓のようなところから液体が。マグマだわ。僕たち溶かされちゃうな。ふざけやがって。怪物が来るんじゃねえのかよ。こんなの、一体どうしたら。得意分野だね、サラちゃん。え？ほら、部屋を見渡して。君の鋭い目で怪しい部分を指摘するんだ。部屋の怪しい部分を。あとはおまわりさんたちが手と足となって仕掛けを解いていくよ。わかりました、やってみます。オッケー。リングの下は大きな勢いで液体が流れ込んでいる。この液体もね、実は調べることができたらしいんですよね。カラフルなロープが張り巡らされている。この多彩な色に意味はあるんだろうか。触って調べてみようか。調べよう。色の違うロープは仕掛けのヒントなんだろうか。しっかり触って調べてみよう。で、調べてもらう。このロープ、柔らかいロープと硬いロープがある。2種類の硬さのロープがあるにゃん。どうしては？そこまではわからない。中身、何か入ってるんじゃないかな。中身の違いはありそうだね。この際、切りやすい方のロープを切って中身を確認してみるのはどうかな。何か道具があれば可能だな。なるほど。水かさは少しずつ増している。まとめて殺す仕掛けだな。こんなところでは死ねん。これだ。液体がどんどん注ぎ込まれてる。銀が言うように、あれがマグマなら電気が消えてても光って見えるはずだよな。調べる。マグマであれば部屋全体がもっと熱くなるはずだ。その通り。液体の正体調べてみよう。ごく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 ペロ。これは青酸カリ。これはマグマなんかじゃない。何？それは本当か。液体の正体は分かりませんが、触っても特に問題はなさそうです。なら水位が上がっても気にしなくて大丈夫なんだね。ちょっと待てよ。人間は大丈夫でも俺たちはどうなんだ。確かに、防水加工はちゃんとされてるんだろうか。ああ、感電したらまずいかもね。冗談きついがじゃ。俺たちも織田仏ぜよ。ちぇ、頼りにならんやつばかりだな。俺に考えがある。お、なんだ。水かさは少しずつ増している。大丈夫。サラちゃんならきっと部屋の仕掛けを解けるはずだ。怪しいと思うところを指摘してほしい。みんなを動かすのは
サラちゃんだけだからさ。で、アリスさんは？液体がマグマじゃないなら、俺がリングから降りて壁際を調べてきてやる。ああ、なるほど。アリスさん、ちょっとやってみてもらおうかな。はい。どう？目論み通り壁にスイッチを発見した。押すからな。あどうやら液体の流れが止まったようだな。これで液体が増えるスピードが遅くなります。あ、なるほどね。そういうのもできたんだ。すげえじゃん。貴様の出番だ、地動員サラ。10秒以内に謎を解け。オッケー、任せて。でもみんなが動くってなると10秒じゃ収まらないと思うけど。液体はステージの上まで溢れそうだ。水位が上がったまずいな。で、そろそろこれ調べようか。なんだこの影、天井に何かあるのか。影ができているってことは電灯を何かが遮ってるはずだ。天井をよく見てみよう。ナイフ。天井にナイフが貼り付けてある。これちゃんと回収してね、マイちゃんに渡した後。なんであんなところにナイフがあるにゃん。仕掛けを解くのに必要だったりしてね。その可能性はあります。どうにかして手に入れる方法を考えないとね。おまわりさん、一肌脱ごうかな。で、取ってきてもらうと、ピョイーンってやってね。くっそが、どうしようもねえぞこれ。で、これもだよな。カラフルなロープが張り巡らされてる。2種類のロープ、左手前にはコーナーポストがある。特別怪しいようには見えないけど、先におまわりさんに取ってもらおうか。ロープのハンドルを使ってジャンプすれば届くかも。ってことでピョイーンと。かっこいい。よっと、うまく取れたよ、ナイフ。あ、本当に今の方法で取れたんですか。やるじゃねえか。この大して弾力でロープであんなに飛ぶなんてよ。そうなの。先入観で弾むもんだと思ってたよ。あとはそのナイフを何に使うかって話だよな。何かひらめかないと。サラちゃんが見つけてくれた貴重な道具だしね。で、ここでマイちゃんに切ってもらうと。食パンみたいに切ってあげちゃうよっていうことで、シャキシャキチョキチョキ。オッケー、バッチリスライスしちゃったよ、サラちゃん。マイペースに見えて仕事が早いな。あれ、四隅のポストに色がついた。どうやらロープ自体が電源コードだったんだな。邪魔なコードを切ったおかげで正しい色が点灯したんだ。よくわかんない、どういうこと。謎解きの答えに近づいたってことさ。その通りだ。このポストは謎解きの仕掛け。色にこそ答えが隠されている。水かさは少しずつ増している。きっと部屋の中に仕掛けを解くヒントはあるんだ。っていうので一回セーブをします。で、この四隅のポストのこれをらんまるくんに何かやってもらうはずなんだよな。他のものと様子が違うから調べようってなって、電源コードのようなものがあるぜと。何か見つかったか。ちょうどいい、ランマル。そこの電源を調べてみてくれ。で、調べてもらったら、色がつきますよ。うわぁ、ポストが光ったぞ。そうか、中から光で照らされてるんだ。他のポストも同じように光ってるよな。なんか怪しいぜ、これ。確かに。よし、このポストをもう少し調べてやるよ、サラ。その間に。そうだ、ここはボクシングリングだろ。俺らで殴り合ってみたら仕掛けが解けるんじゃないか。やってみろ。あはははは。面白い。ふざけんなよ、てめえ。やっぱり殴り合っても意味がなかったぜよ。いや、キュー太郎さん強。殴り合ってねえよ、投げ飛ばしたじゃねえか。格闘技に関する行動が関係するわけじゃなさそうだな。水かさは少しずつ増している。で、銀くんにちょっと時間を無駄にしてもらう。にゃんにゃん、だいぶ長かったわ。で、どう？もう後がないほど液体が溢れ返って。決めてくれ、サラさん。ってことでポストを押してもらうんだけど、何色にするって。何色に変えてもらおうかな。じゃあピンクかな。私ピンク好きだし。はい、この色でいいかな。はい、ありがとう、ランマル。それでいい。了解。液体はついにリングの上を満たし始めた。もうこれ以上考えがまとまらない。ちくし
しょう。待て、どうなるんだ俺たち。水かさが一気に増している。溺れちゃうよ。足がつかない。どうしたら。じわりじわりと確実に増していく液体。私たちはただ空気を求めて上へ向かう。すべてを満たしたとき、希望は閉じていく。ゲームオーバー。まあ、完全にわざとですね。ということで、また次回からあれをクリアするところから始めようかな。あと1手で終わるところだからね。ってことで、また次回、おつぴよでーす。いろいろ見れてない要素回収できて楽しいね。